福岡県出身オレンジ担当19歳の東条ゆりあです。よろしくお願いします。でも1年前と比べて自分自身もできることめっちゃ増えたし、意識とかもめっちゃ変わったなって思いますね。私まずめちゃめちゃ歌が苦手で、もうアイドルって歌が上手くてダンスが上手くて顔が可愛いのが多分それがアイドルだと思うんですけど、本当に歌が結構致命的ぐらい歌めっちゃ苦手で、その最初のレコーディングの時から高音部分が出ないとか、その曲調に合った歌声が出ないとかで、レコーディング毎回結構めっちゃ泣いてたんですね。できなくて、なんだろう、それが悔しくてめちゃめちゃ練習して、うん、当初は全く歌りなかったんですけど、ソロ部分とかも最近はすごい落ちたりとかもいっぱい任せられるようになって、その曲に合った声の出し方とかも自分なりにこう勉強っていうか研究したりとかして、苦手はちょっとずつ克服できた気分かなって思います。これはでもみんな言ってると思うんですけど、一人一人のキャラが濃いとこは、なんかこうライブ中とかも、まあ、キャラとかもですけど、ライブ中も一人一人強みが違うと思うから、誰にとっても面白いみたいな。この冠番組とかもやらせてもらってるんですけど、あのそういう面でもめちゃめちゃ個人的にやってて面白いなって思うし、すごい楽しんでくれてるんじゃないかなってファンの人も思うし、正直8割ぐらい不安なんですよね。で、その不安は、ちゃんと気持ちはすごい成功させたいとか楽しませたい気持ちはめっちゃあるんですけど、果たして本当にそれはファンの人の期待を超えたライブができるか、まあ、多分それはめっちゃ練習とか積み重ねもそうだし、一人一人のそのライブの気持ちがめっちゃこう、なんて言うんだろう、ベクトルみたいなのがみんな同じぐらいで、あの望まないと気合いの入ったパフォーマンスって思われないと思うし、成功しないと思うし、こうマイヤー見てこう離れていった方も、もしそのワンマンライブとか見て、あ、ワンマンライブとかもし分かんないですけど来てくれたりしたら、マイディアってめっちゃいいじゃんって、すごい良くなってるじゃんって思われたいし、初めて見た方にも、え、ここのグループはちょっと応援しがいがあるぞって思わせたいし、今見てくれてる方にもまだマイディアならもっともっといけるって、応援してて楽しい、押しててよかったって思われる一つのライブになったらなって思ってます。不安は8割ですけど、やる気は 150% ぐらいあるので、いや、もっとあるので絶対楽しませる自信をその日に持っていきます。私福岡出身なんで、その福岡でアイドルしてたことがあるんですけど、そこでいいファンの方とかメンバーとかに恵まれてなかったら、絶対またアイドルしようって思えなかったんで、まずはその人たちに一番恩返ししたいっていう気持ちがあるんですけど、そのマイディア入った時からずっと思ってて、なので絶対まあ福岡には行きたいんですね。全国ツアーしたいんですけど、なんか全国いろんなところに行ってもライブハウスがパンパンだったらめっちゃかっこいいじゃないですか。全国各地にめっちゃマイディアのこと好きな人追ってくれるってめっちゃ嬉しいし、全国ツアーがしたいのが前提で、全部のツアーでこうパンパンにさせられるのが目標かなって思います。ゆりあが一番幸せにするけん、みんなマイディアのことを好きになってください。6月2日絶対に楽しいワンマンライブにして、これからもマイディアのことを応援したいなって思われるようなライブにするので、ぜひ皆さん遊びに来てください。最愛にしてください。